サクル、川崎 F2-2 メルボルン、V、1次リーグ F 組、7日、トドロキ川。滝フロンターレがホームでメルボルンビクトリー、オーストラリア、と対戦。川崎 F が終始リードするも後半ロスタイムに PK を決められホームで痛恨のドロー。1次リーグ突破にさらに厳しい状況に、施設は13日、アウェーでメルボルンビクトリーと対戦する。得点者前半28分、川崎 F、エウシーニョ前半36分、メルボルン、V、ベリシャ後半9分、川崎 F、上り里後半48分、メルボルン、V、ジョージ、交代後半32分、メ、MF ジョシュア・ホープ、MF コスタバー・バルーゼス後半32分、メ、FW クリスティアン・テオハルス、MF カール、バレリ後半38分、川、MF 中村、MF 阿部後半41分、メ、FW ケニー・アテュー、FW ベザート・ベリシャ後半43分、川、MF 長谷川、DF 上り里後半49分、川、FW 知念、MF エドアルドネット、試合終了、後半49分、川崎 F2-2 メルボルン、V、試合終了。川崎 F はロスタイムの PK で手中にあった勝ち点3を取りこぼした。川崎 F 対メルボルン、V 引き分けに終わり肩を落とす FW 小林、左、ら川崎 F11、撮影、横山健太、川崎 F 対メルボルン、V 引き分けに終わり肩を落とす FW 小林、左、ら川崎 F11、撮影、横山健太。後半49分川崎 F2-2 メルボルン、V、選手交代、FW 知念、MF エドアルドネット、後半48分川崎 F2-1 メルボルン、V、クリスティアン・テオハルスがエリア内で奈良に倒され PK。この PK をレロイ・ジョージが決めメルボルン、V 同点に、後半47分川崎 F2-1 メルボルン、V、左 CK はエリア内のファウルで川崎ボールに、後半45分川崎 F2-1 メルボルン、V、ロスタイム3分、後半44分川崎 F2-1 メルボルン、V、左 CK はエリア内のファウルで川崎ボールに、後半43分川崎 F2-1 メルボル。V、選手交代、MF 長谷川、DF 上り里、後半41分川崎 F2-1 メルボルン、V、選手交代、FW ケニー・アテュー、FW ベザート・ベリシャ、後半38分川崎 F2-1 メルボルン、V、選手交代、MF 中村、MF 阿部、後半36分川崎 F2-1 メルボルン、V、GK 新井と MF 谷口とが自陣ペナルティーエリアで激突。後半32分川崎 F2-1 メルボルン、V、選手交代、MF ジョシュア・ホープ、MF コスタバー・バルーゼス FW クリスティアン・テオハルス、MF カール・バレリ、後半32分川崎 F2-1 メルボルン、V、エドアルドネットにイエローカード、後半29分川崎 F2-1 メルボルン、V、レロイ・ジョージの右からのクロスは GK がパンチで、クリア、後半21分川崎 F2-1 メルボルン、V、カール・バレリにイエローカード、後半20分川崎 F2-1 メルボルン、V、コスタバー・バルーゼスの右からのクロスは中央の味方の頭上を越えていく、後半16分川崎 F2-1 メルボルン、V、課長がドリブル突破、ペナルティーエリア手前まで持ち込みパスをつなぐが、クロスを入れられず、後半17分川崎 F2-1 メルボルン、V、ジェームズ・トロイージからベザート・ベリシャへスルーパスが出るが呼吸が合わず相手ボールに、後半16分川崎 F2-1 メルボルン、V、左サイド、車屋がクロスを上げるが中央には誰もいない、後半15分川、先 F2-1 メルボルン、V、阿部のシュートはバーの遥か上、
後半11分、川崎 F2-1 メルボルン、V、リース・ウィリアムズにイエローカード。後半9分、川崎 F2-1 メルボルン、V、右サイドから大島、小林とつなぎが最後は上里が押し込みゴール。川崎 F 勝ち越し、川崎 F 対メルボルン、V 後半、ゴールを決め笑顔を見せる川崎